歴史ある港町小樽。せわしない日常からちょっと離れたいとき訪ねたくなる場所の一つです。港を見渡す坂のふもとに降りていくと、そこにとても印象的な古い建物がありました。こんにちは。いや本当にレトロな感じの素敵な建物 で、はいはい、でなんか看板とかすごいおしゃれな感じで、はい、レトロとこうおしゃれ感が混ざったような感じですよね。そうですね。この建物は小樽市指定の歴史的建造物に、はいはい、なっているので、うん、昔のものを活用するっていう形で、はいはい、営業しています。この建物自体はいつぐらいからも、はい、昭和初期にこの建物自体は建てられていて、それをそのまま残して使ってるっていう形になってます。そうなんですね、はい、昭和初期からインテリアとかもね、はい、これもはかり？そうですね、はかりもう使えるものになってて、本当ですね、実際に使える、はい、使えるものになってます。でもデザインもねすごくおしゃれで、はい、ケースの中にはお店で焼き上げたお菓子がいっぱいあって目移りしてしまいます。人気なのは何ですか？そうですね、一応この小樽の塩を使った塩バターマフィンっていうのが一番人気になっております。中にあのアーモンドクリームの中に塩を入れて、はい、ちょっと甘じょっぱいマフィンになっております。わあ、いい組み合わせですね。ここ店内で食べていってもいいですか？はい、ベンチご用意してますので、そちらでお飲み物とお菓子お召し上がりいただいてます。でもこちらもすごく素敵ですね。そうですね、いつもなんかこだわ、オーナーがこだわって用意したものなので、はい、座り心地いいと思います。あ、素敵で、ここんこっち側、はい、今ちょっと中は入れなくなってるんですけれども、はい、昔のままで今は木のお皿とか作る場所になっております。選んだのはお菓子を2つとアイスカフェラテ。じゃあマフィンから。あ、すごいバターのいい香り。うん、塩がよく効いてます。この塩とまたバターの組み合わせいいですね。うん、バターも香ばしい。カヌレですよ、次気になってたカヌレ。いただきます。すごくいい、カリッとしてます。で、中がしっとりなんですよね。うん、ほんとしっとりとろっと、すごいこのメリハリ効いてる感じ、食感が楽しいです。これ米粉だからこんな外こうカリッとしてるんですね。うん、あ、すごいミルクが濃厚。いや本当もうこのお店いろいろともっと聞きたいことあるんですけどでも本当小樽いろいろ歩いて坂もたくさんあるから、そうですね、ちょっと疲れた時に一休みするのに最高ですね、はい、でまたこんなお店見つけられたらいいな、こんなおしゃれな感じのね、はい、で、まあ、観光としても人気の街ですけど、こう宮崎さん住んでる方からしてなんか小樽の街ってこうどう見えてるのかなって。そうですね、こういう歴史のある建物も多いので、まあ、こういうものを守って活用できていければいいのかなというふうに思っております。でももう守り続けてる人がいるから今この建物がしっかり残ってるのであって、なんだかだからこうぬくもりを感じるのはそういうところから来てるんですかね。そうですね、なるべく あるものをそのままでっていう形で運営してますので、はい、そこから来ているのかなと思います。海岸線に迫るその裾野に広がる町小樽。天狗山に向かう道沿いの高台には
素敵な建造物やそれらをリノベーションした人気のお店があります。目的の古民家カフェもその一つ。昭和5年に建てられた邸宅をリノベーションしたというナハナ。いらっしゃいませ。こんにちは。お好きなお席どうぞ。あ、はい、ありがとうございます。わあ、店内広い。あ、和室なんですね。あ、いいな、くつろげそう。どこにしようかな。あ、かっこいいな、お庭がある。綺麗。緑が鮮やかな真夏の庭が見える場所に座りました。いや、メニューの数も豊富で。そうですね、主に軽食スタイルと、あと麺メニューと、あとオムライスとかカレーとか、はい、大まかによってその4種類に分かれて展開しますね、メニューは。おすすめはありますか？おすすめやっぱり開店当初から玄米ご飯を中心にしたメニュー展開しまして、去年の1月からこのふわとろ卵かけランチっていうのを商品開発して、でもう結構人気になってますね。え、すごい美味しそう。これは小樽地鶏っていうのがあるんですけども、その卵を使ってで、まず卵黄と卵白に分けて、卵白をメレンゲに立てて、でご飯にのせて、で最後卵黄をかけるっていう。絶対美味しい。ちょっと食べたことない卵って。本当ですか？ぜひじゃあ召し上がってみてください。はい。卵かけご飯、これすごいですよ。はい、ご注文いただいてから、はい、メレンゲ一つずつ立ててます。さっきメレンゲをかき立てる音、聞こえました。ここまで聞こえてました。まるでケーキかのような見た目で本当に卵かけご飯なんですもんね。これすごい。普通の卵かけご飯でしたら、ね、卵白ずるっていう感じがあると思うんですけど、それが苦手な方でもなんか召し上がっていただけるような。あー、なるほど、ね。メインの卵かけご飯以外にもたくさんの小鉢に手作りのおかずがついてきて、テーブルはとっても華やかに。まずは卵かけご飯の風味付けにトリュフ塩をひとつまみ、ふわふわのメレンゲにスプーンを入れていただきます。うん、卵の黄身のこの濃さっていうのが本当に口の中にいっぱい広がる。うん、美味しい。こんなに美味しいんだ。出来たてのお豆腐には雪塩、大豆の甘みが引き立てられます。食後にはさっぱりとしたフレーバーティーを。このお店はいつから？あ、そうですね、20年ほど前にちょっとご縁があってこのお家に住むことになりまして、でさてどうしようかなっていうことだったんですが、昭和5年の建物で小樽の活気のある時代に建てられた建物なので、まあ、家族で話し合って残していきたいねっていう思いと、あと私が前職栄養士だったので心と体に優しい空間を作りたいなっていう思いが漠然とあったのが一致して、妹と2人で最初始めましたカフェを。やっぱりすごく小樽っていい街だなっていう風に今回来て改めて思ったんですけど、坂があるので坂をちょっと登るだけで景色が変わって、その季節によって海から吹く風の香りとか山の香りが楽しめるのが歩いてるだけでいいなって、気持ちがいいなと思いますね。はい。JR 小樽駅の近く、今も市民の台所として街を支える中央市場は、雑貨やカフェなど入居している店舗も色とりどり。焼きたてパンと手作りのスープが美味しいと評判のカフェスペース T3 もその一つ。地元のお客さんでにぎわっていました。
いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。初めて来たんですけど、はい、美味しそうなパンがたくさんありますね。はい、はい、いろいろパン揃えてるんですけど、うん、季節のパンでいうとこの塩レモンクリームパンがおすすめになってます。あ、レモンさっぱりしてそうですね、はい、今の時期だけなので、うんうん、はい、おすすめになってます。うん、この塩との組み合わせも最高ですね。そうですね。でこっちにはミニコーンパンも、はい、あ、タルトも置いてるんですね。はい、タルトも人気で。あ、はい、そうなんですか。はい、お子様でも召し上がれるように作ってありますので、うんうん、はいはい、はい、パンプキン、はい、中でも食べていけるんですか。はい、もちろんです。で A セット、B セット、C セットがありまして、で A セットですとお好きなパン2つとあとスープとドリンクが選べます。スープとドリンクもついて、はい、すごいお買い得になってます。あ、ベンチと椅子、テーブルが置かれたこじんまりとしたスペースでパンとスープ、ドリンクのセットを頼みました。いや、これすごいですよ。このプレート、彩り豊か、ね、このティーが、この色すごい鮮やかな色。すごい、本当完熟パインというようなフレッシュな香りがすごい口いっぱいに広がってる。じゃあセテオチレモンのパン、あ、結構大きい。あ、すごい、これ中にレモンのジュレが入ってますよ。うん、うん、おー、かなりレモンの香りが増しましたね。すごいレモン尽くしだ。次、これブロッコリーのポタージュですよ。ブロッコリーの香りすっごくします。いただきます。ブロッコリーのこの美味しさがこう詰まってる、しっかりこのスープに。これすごいな、どうやってこんなに香り出すんだろう。いやー、もう大満足ですね。まずこういう市場にこんな可愛いカフェがあるのも本当に驚きだし、目を引きましたし、何より出てきたプレートがこんなに色鮮やか で器も可愛くて、今日いろいろ回ってきましたけど、なんか久しぶりに来られて、なんか非日常を味わえました。大樽には本当に昔から変わらない景色があって、でそこにずっと息づいているもの、ずっと活用し続けて守り続けているものがあるからこそ、今こう私たちが肌で感じられるのかなと、すごい小樽に来て思いましたね。